三菱重工と三菱電機が F2 次期戦闘機開発で再結成しようとしているとの動きをキャッチしました。今回はこの三菱の最強タッグの裏を詳しく見ていきますね。 F2 次期戦闘機開発では XF9 も完成しているし、イギリスとも共同開発で世界一へと向かう。早く見たい。日本の航空自衛隊が現在運用中である F2 戦闘機、その代替機となる次期戦闘機をめぐっては、2022年5月にアメリカではなくイギリスとの共同開発が進められる方向にあることが日本のマスコミ各社から報じられたのも記憶に新しい。2020年末の時点においては、この自衛隊の次期戦闘機に関しては日本の防衛産業の小樽三菱重工業者が主幹企業となり、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術支援を仰ぐ体制で進められていくものとみられていた。アメリカのロッキード・マーチン社といえば、世界初のいわゆる第5世代戦闘機に先鞭をつけた、F2 にラプターや、今や西側諸国の標準とも言うべき F35 ライトニングにを世に送り出している。今の戦闘機分野のリーディングカンパニーだ。日本の航空自衛隊でも、その F35 ライトニング2の通常滑走路使用である A 形を105機、護衛艦、いずも、加賀の艦載機とする短距離離陸、垂直着陸仕様の B 型を42機調達している最中であり、その存在感は高い。アメリカでも、次世代戦闘機の開発計画は、進めれており、そこでも、ロッキード・マーチン社は、主体的な地位にあると考えられているが、日本とアメリカとでは、新開発の戦闘機の導入時期に、乖離があることは確かだった。日本は、現行の F2 戦闘機の退役を、2035年前後から、始める予定であるため、次期戦闘機の収益も、これと同じタイミングが求められているが、アメリカのそれは、では、もう少し遅い時期であり、2040年代だと考えられている。こうした収益時期のズレだけに止まらず、アメリカ側では、日本の次世代戦闘機の使用は、第5世代戦闘機の範疇に収まるとの見方をしており、ロッキード・マーチン社としては、技術支援を行うメリットに乏しいとの判断も重なったようだ。そこで、日本は自国の次期戦闘機とその収益時期2035年を同軸するイギリスのテンペスト計画に接近。2022年に入り、イギリスのロールス・ロイス社と機関部開発での共同をまず打ち出し、にわかかに方向性の転換を図った。また、戦闘機用の新型のレーダーセンサ類についても、2022年2月にはイギリスと日本とは共同にて研究開発を行う基本の合意書の取り交わしを行い、その部分からもイギリスとの共同、協調に舵を切ったことが明らかになった。2022年7月にはイギリスで開催されていたファンボロー国際航空ショーの中で新たな発表があり、これは日本の三菱電機社とイギリスのレオナルド UK 社、イタリア企業のイギリス法人が実証機の開発を行うことで合意したというものだった。イタリアを代表する軍需産業大手のレオナルド社は、こうした戦闘機搭載用のレーダーの分野でも、ヨーロッパのユーロファイタータイフーン等での実績が豊富で、さらに、同社のアメリカ法人は、イスラエル向けの製品開発にも多数参画している。それらのレーダーセンサ類は、戦闘機用に止まらず、艦艇や車両搭載型など陸、海、空の全分野に及んでおり、イギリスのテンペスト計画向けには、ジャガーシステムと呼ばれるレーダーの開発を担っている。今回のファンボロー航空ショーでの発表は、
このレオナルド有形社が進めているジャガーシステムの共同開発に日本のに三菱電機が加わるということで、イギリスと日本とが各2機ずつの実証実験機を製作していくとされている。ジャガーシステムは設計の段階から製作を経て評価を行うまでの一連のサイクルにおよそ5年ほどの期間が必要と見込まれており、現時点から起算すれば少なくとも2027年頃には実用化のめどがはっきりすると考えられる。こうした一連の流れを整理すると、イギリスのテンペスト計画の全体を主管しているのが BA システムズ社であり、そこに搭載が見込まれるレーダーのジャガーシステムをレオナルド有形社が担当していると言える。そして日本の次期戦闘機開発においては、その全体を主管している企業が三菱重工業社であり、そこに搭載するレーダーについては三菱電機社がレオナルド有形社と共同で開発するジャガーシステムが予期されることとなった。三菱重工業社は日本の防衛産業の雄として自衛隊を支えており、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦であるもが三型やイージス護衛艦であるアタゴ型、また歴代の潜水艦など各種の大型艦艇を建造していることでもよく知られている。また三菱重工業社は戦闘機の分野でも現行の F2 戦闘機をロッキード・マーチン社と共同開発しているほか、歴代の航空自衛隊の主力戦闘機のライセンス生産も行っており、F-15J イーグルや F-35 ライトニング 2A 型もそこに含まれる。三菱重工業社はこうした各種の軍需品以外にも、海上保安庁の巡視船、巡視艇などの建造、水力、地熱、風力、太陽アキラ、原子力の各種発電用設備、鉄道システムから宇宙用ロケットまで手掛ける一大製造業である。無論同社は日本の防衛産業の中では最大の規模と売上高を誇る企業であり、防衛産業以外の裾野も広いとはいえ、戦前から日本の兵器開発に大きく寄与する存在となっており、いわば日本の防衛産業の代名詞的な企業である。また三菱重工業社の三菱グループ内での立ち位置から見てみると、金融機関の三菱 UFJ 銀行、総合商社の三菱商事と並ぶ同グループの中核をなす企業であり、基本的に輸出が期待できない日本の防衛産業にあっては採算は二の次とも言われる。こうした三菱重工業社の企業姿勢は、かつて三菱グループを創始した岩崎弥太郎から続く国家の発展とともに歩んできた歴史的な背景に負うところが大きいとも言われており、良くも悪くもその企業風土に今の日本の防衛は支えられている。こうした三菱重工業社に比すれば、今回レオナルド有形社とのジャガーシステムの共同開発を進めることになった三菱電機社は、そこまでの防衛産業色は薄いと感じられるが、一部では精密誘導が可能なミサイル等も製造している。三菱電機社が手掛けている兵器としては、アメリカのレイセオン社製の AIM-7F スパロー中距離空対空ミサイルのライセンス生産や、自前の AM-4-99式空対空誘導弾等があり、また、ミサイル防衛システムの分野にも関与している。こうした三菱グループの中にあって、三菱電機社は、三菱重工業社から、およそ1世紀前の1921年に分離、独立した企業だが、両社は、エアコン等の一部の事業では、バッティングする間柄でもあり、内輪では、良好な関係ではないとの声もなくはない。そもそも、三菱グループの中核をなす、三菱 UFJ 銀行、三菱商事は、それぞれの分野で、業界首位の座を他社に譲るなど、逆風にさらされているが、次期戦闘機開発に際しては、
日本の防衛を担うことを最優先に協調を進めてほしいと願うばかりである。日本の次期戦闘機開発の大枠の形は、この2022年内に正式な合意を経て発表されると予想されているが、太平洋戦争後の日本がアメリカ以外の国とここまでの規模の兵器開発を行うこと自体が初の試みである。現状では、イギリスが推進しているテンペスト計画に日本側が参画していく方向に見えるが、少し気になっているのは、アメリカが日本の次期戦闘機開発を第6世代機ではなく、第5世代機相当の枠だと見ている部分だ。もともと、イギリスのテンペスト計画も、日本の次期戦闘機開発も、第6世代戦闘機開発に該当するとの見方が主流であり、こうした範疇の定義が後付けであることを考慮しても、それが合っているのか否かは、非常に気になる。